発行している文庫レーベル。1997年4月10日に創刊された。サブレーベルとして、原頭社アウトロー文庫や原頭社時代小説文庫や、原頭社吉本文庫がある。一挙に文庫本62.350万部を同時刊行し、センセーショナルに創刊。この点数は前代未聞だった。横幅寸法。 通常の文庫本より5ミリメートル小さくし、また独自の用紙を用い、活字のポイントを上げるなど、注目を集める要素を揃えた。総幹時のポスターやしおりには、現当社代表取締役社長、健城徹の言葉、新しく出ていくものが無謀をやらなくて一体何が変わるだろうかが入っていた。また総幹時の新聞広告には、 荒海とその中を行く船のイラストレーションが入っていた。2007年8月、厳頭者、文庫10周年記念イベント、心を運ぶ、名作1500が開催された。2009年3月15日、吉本工業とタッグを組んだ、厳頭者吉本文庫が創刊された。2013年、厳頭者、創立20周年企画として、全国の読者が、 今一番面白い幻冬者文庫を選ぶ企画、みんなの幻冬者文庫が開催された。第1位の作品には、有川博植物図鑑に決定した。2015年、黒猫、モンローが、幻冬者文庫のサポーターキャラクターとなる。毎年、夏に、フェア、幻冬者文庫芯を運ぶ、名作100を開催している。 企業情報株式会社厳冬社企業情報株式会社厳冬社ニュースレター2001-08リンククラブ探検隊リンククラブリンククラブ三谷幸喜と私は二人っ子厳冬社文庫相関企業情報株式会社厳冬社ニュースレター2001-08リンククラブ探検隊リンククラブリンククラブ厳冬社文庫10周年記念イベント 心を運ぶ、名作1500。青山ブックセンター厳冬者、2009年3月、第16期決算説明会全国の読者が、今一番面白い、厳冬者文庫を選んだ。一番に輝いた、黒猫モンローオフィシャルウェブサイト、ヨッピーと黒猫モンローの生活を描いた、コミックエッセイモンローに衝撃が、読んだら一秒で虜になっちゃう。 可愛すぎる黒いやつのコミックエッセイ黒猫文老吉安伝当者プラスありがとうございます